私が渡した拳銃は持ってきてるか。はい、常に持っていろって言われましたからご神妙に。よし、奈良子とかが標的が現れた時攻めろ。私は今主様のオーラを持っていないからな。正直全く戦えないのだ。そうなんですか。やっぱり応援を呼んだ方が。全員試合後で満身創痍だ。傷がないだけで、オーラはほぼガス欠の連中ばかりだ。頼むわけにはいかないだろう。ですが、最悪私がどうにかしよう。ことかは気にせず打てばいい。は、は。ことか、随分派手にやっているな。室内でドンパチしてくれて助かったな。ことか、拳銃を構えろ。私がここから出てきた奴の足止めをする。いきなり実戦、もしネルさんに当たったら。気にするな。来るぞ。やられた、任務なんて知るか、もうこんな組織やん。随分慌ててるようだな。どうした、悪さをするならそれなりの誠意を見せろ。待ち伏せ、いや今はそんなことどうでもいい。早く人の多い場所に、じゃないと追いかけてくる。どうせよ、こんなところにいたら中の奴みたいに食われるのよ。食われる？もう一人は食われたのか。赤い化け物にね、しかも最後は無慈悲に踏みつけてたわよ。痛い。リングのやつね。やっぱり声優が甘いではないか。フェア、エンペラーベスケア、の真の最高責任者。全世界の大罪を象徴とする大罪のゴンゲ。有名どころだと7つの大罪だろう。だがフェアは7つどころではない。何せ、全世界に存在する大罪、すべてを持っている、凶悪、凶暴、無慈悲、そんな言葉しか存在しないほどだ。スケアはフェアの人格、特性、凶悪性などをすべて頭の草冠型の制御アイテムで制御している。頭についている7つの宝石はフェアのあらゆる分野の抑制を管理しているとミールから聞いたことがある。フェアの実力はミガドルエデンで3本指に入る私と同等クラス。正直、こいつとはもう戦いたくない。そう私ですら思わされるほどだ。逆に、レイアポストールの最高責任者ゲール、ミエルやエミエルの上司で、最強の天使。ゲールはフェアとは逆に全世界の美徳を象徴とする美徳のゴンゲ。有名どころは7つの大罪とは逆に存在する7つの美徳だろう。だがゲールの美徳は全世界に存在する美徳。ミエルの慈悲やエミエルの瞬間とは比にならないほど圧倒的な力と特性を持つ。ヘブンズハート、守備最強であり、ミガドルエデン、で5番目に強いとされるベルよりも強い。フェアとまともに対峙できるのは私やミールを除いて、ゲールぐらいだろう。それだけミガドルエデンでも対峙できるものは少ない。もし本当にフェアがいるならここから離れるべきだ。目の前の雑魚なんて正直どうでもいい。だがおかしい。フェアがいる割には静かだ。もしかすると制御が戻ったか。だがなんでフェアが出てきた？ミールとケールが作り、制御しているものだぞ。この女、私がさっきから必死に抵抗しているのに全く動じない。こいつも化け物かよ。ネルさん、なんか別のところにひどく怯えるように警戒してる。一体何か。ですが、私はネルさんから撃てって言われてる。ここは撃たないと。でももしネルさんに当たったら、まともな訓練なんてしていないのに。あの時の怒りに我を忘れて撃っただけで、しっかり狙ったわけで。怖い、でも撃たないと、せっかくネルさんが抑えてくれてるのに。でも私が撃つってことはあの人を殺すってことですよね。私がそう、そんな。でも撃つ以上その可能性も高いですよね。撃ちたくない。でも撃たないと奏さんがまた危険な目に遭う。誰かを助けるには誰かを陥れるしかない。それで殺したら私は一生人殺し。でも私はずっと綺麗なままでいるなんて、守られるだけなんて。パト君は、こんな決断を、私のためにしてくれていたのですね。その覚悟の重さが、今ならわかります。他人を守るのは簡単じゃない？それ相応に罪を被る覚悟がいる。なら私は綺麗なままでいるのは甘えた。パト君の生き方に惚れたのなら、私だってパト君のような生き方をしたい。誰かを守るために自分の手が汚れようとも。オーラはこもった、あとは撃つだけ。どうにでもなれー。あいつも抑制されている。だが私も同じ。勝てるのか？いや、能力も使えないんだぞ。無理だ。一応オーラでもきつい。よし、よくわからないけど相手の攻撃が失敗した。これは絶好のチャンス。あ、そんな、ネルさん。ごめんなさい、私のせいで。すまない、私の責任だ。ことかの射撃がブレてもそこにあいつを誘導する考えだったのだが。何かあったのですか？ことか、死ぬ覚悟はあるか？今の女はことかの言っていた人間を担いでいなかった。つまりその知り合いはこの中だ。だが、スケアが暴走している可能性が高い。もし退治すれば死ぬだろう。いや、最悪、お前の知り合いも食い散らかされている可能性もある。それでも行くか？そうか、なら私だけ入る。問題なければ呼ぶ。だが私がそのまま入ったら全力で逃げろ。いいな。ネルさん。白状とは言わないさ。一
がないことかが恐怖に怯えるのは当然だ。むしろちゃんと恐怖してくれるんだ。安心したよ。勇気と無謀は違うからな。びっくりした。そんな勢いよく入ってきたら危ないでしょう。スティアカ、何しているんだ。なんか気を失って目が覚めたら、死体とか血とかですっごく汚かったから、掃除してたの。確かにむせ返るほどの充満した血の生臭い匂い。狭い部屋だから余計に匂うな。やっぱりまだ臭いよねー。後で匂いも食べておくから少しだけ待ってねー。この死体も食ったのか。と言っても気持ち悪かったから相場に支配で吸収しただけだけどねー。血も同じく。そうか。それでことかが守りたがっていた子はいるのか。いるよー。今はまだ気を失ってるけど、安静だよー。そうか、ならいい。そのまま続けてくれ。ことか、一応問題ないが、私がいいと言うまで入ってくるな。いいな。はい、わかりました。ことかの言っていたやつは無事だ。安心して待つといい。無事で何よりです。あのままどうなるかと。ことか、私はあの女を捕まえる。聞く限り裏で糸で操っていたやつがいるはずだからな。どこに、誰に、なぜかを聞き出さなければならない。だからことかはスティアに担がせて、ハクたちのいる病室に保護してもらえ、それならもう安心だからな。かなでさんのこの状況をどう説明しましょう。任せる、道で起きてたとでも言えばいいだろう。あとはミエルが来たら直してもらえ、そんな大したものじゃないから安心しろ。そんな適当な。でもそれくらいは私がしっかりやらないとですね。さて、普通に考えたらさすがにこの会場から逃げてるだろうな。あとは上に逃げるか、下に逃げるか、だな。わざわざここで誘拐をしたということは、まさか地球防衛軍が集まる大会で悪事を働かないだろう、というミスリード狙いだろう。そしてここで女を明け渡してまた別の場所に運ぶとは考えられない。つまり転移能力を使用して、ここから依頼主のところまで飛ぶつもりだったんだろうな。ことかに聞く限り、ここまで運んだのは外見を変える能力者、街中で不審に思われないための運び屋。そして詐欺ではよく使われる手口、依頼主までに何人もの運び屋を仲介させて特定を防ぐのと、罪をその下っ端の運び屋になすりつけるおとり役、つまり捨て駒だ。そしてこれだけの派手な騒動、姿を数人に見られている、なら逃げるなら。下はダメだ。騒動を起こした上で再度顔を出せば世間に情報が広まってしまう。逃げるなら屋上から逃げないと。私は第21師匠、モラクスの恩恵を受けている。私が持つ悪試験はただ一つ、物の効果を物なしで発動する能力。物の需要性や効果の大きさによって発動までの時間が変わる。ありきたりなものなら1秒もかからない。だけど希少価値があったり、世界に一つしかない特別な効果を持つものは1年とか2年とかの月日が必要となったりする。転移石の効果は1分から1時間、距離で時間が決まる。私の場合は本来なら10分は欲しいけど、逃げ出す程度なら1分あれば死を超えるくらいは容易。とりあえず任務は一度振り出し、再度策を練るためにここから離れないと。来たか、来ると思っていた。人目のつく場所で暴れたらバカ主が起きたらうるさいからね。ここなら人気がないから戦いやすいと思っていた。お前の目的は知らないし、興味もない。だが私の獲物を横取りするというなら。勇者は戦争、人間。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。